はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、ちょっとファントムナイツのですね、採用札について少し話していきたいなというふうに思います。で、今日なんですが、面言で1時間ぐらいかな、ちょっとファントムナイツ練習してたんですけど、まあ個人的に触った感覚でいくと、今の環境、ナイトメアシャークめちゃくちゃ強いなというふうに思いました。なんで、まあちょっとその辺とかをシェアしていきたいなと思います。で、ナイトメアシャークっていうのは、まあ、レベル3モンスター2体で作って、一旦に1回エキセル素材を1個取り除いて、ナイトメアシャーク自身がダイレクトアタックできる。ただ、そのターンはナイトメアシャークしか攻撃できないっていうモンスターなんですけど、こいつの打点が2000あるんですよ。で、この2000っていうのが、2回攻撃が通れば勝ちなんですよね。で、これが、まあ、なんで今の環境強いのかっていうと、環境デッキの中でファントムナイツ以外にも、あるのが、例えば、バスターブレーダーとか、あとウィッチクラフトとか、まあ、その他にもいくつかあると思うんですけど、例えば魔界劇団もそうかとかあるんですけど、あの辺に対して強いんですよね。例えば魔界劇団ってライフ自分で減らしてくれるじゃないですか。ナイトメアシャーク一発で勝ったりとかもするし、まあ、そもそも構築的に妨害がほとんどないんですよね。なんで、ナイトメアシャークの通りがいいとか。で、バスターブレーダーに関しても、まあ、この後ちょっとリプレイ解説やっていくんですけれども、ナイトメアシャークで投げるの強かったりとか、ウィッチクラフトに関しても、ナイトメアシャークで2回攻撃通す方がイージーだよっていう風に、まあ、面言で、教えていただいて、で、それやってみたら実際に確かにそうだったんで、その辺とかもシェアしていきたいなと思います。で、まあ、ナイトメアシャークのこと以外にもちょっと話すと、じゃあみんなここナイトメアシャークじゃなかったら何が入ってるのかっていうと、大体トリシューラなんですよね。で、トリシューラ自体は底なしとかに対して非常に強いんですよ。なんで、環境的に底が流行ってくると、まあ、トリシューラを入れたいなって思う時もあるかもしれません。その場合、じゃあ何抜くんかっていうと、個人的にはナイトメアシャークよりもダンテの方が、抜くようなカードなのかなと思ってて、個人的にナイトメアシャークがこの中だったら一番優先順位高くて、その次がダンテとトリシューラで悩むところなのかなとも思ってます。で、対面で遅いデッキ、例えば底なしとかいっぱい積んでる罠デッキとか増えてくるんだったら、多少初動事故っても大丈夫だから、そういう場合とかだったらトリシューラをインした方が良かったりとかするんじゃないかなとも思います。あと、バック干渉について小遣い入れてるのは、これはね、墓所魔界劇団が流行ってるからこれ入れてるんですよね。メローマドンナの効果、チェーンコズミックサイクロンっていう風に打てば、サーチさせず、かつ墓所も使わせないんで、それが非常に強いんですよ。ただ、コズミックサイクロンにしたことによって、相手のナイトメアシャークがこっち側に、まあ、刺さりやすくなったりとか、ダークリベリオンのね、ミラーでダークリベリオンのラインとかに入ったりとか、っていうデメリットもあります。なんで、環境によりきりなんですが、墓所魔界劇団が幅を利かせようだったら小づさいなのかなと思って、今回僕は小づさいを3枚採用しております。で、他のところでいくと、そうですね、エネミーコントローラーが、狡猾と、今、チラシレシピが多くて、これちょっと聞いてみたんですよね。翔太さんとかで聞いてみたんですけど、なんかね、やっぱエネコンは、高校の方が、てか、後手でミラーでめっちゃ強かったりとか、あと、縦にするっていうのが偉くて、守備表示のモンスター。まあ、例えばサッシールーキーとかでもそうなんですけど、一回殴っても倒れないじゃないですか。そいつをエネコンで無理やり縦にして、ドーンって3000ラインのブレソとかでぶん殴るとか。っていう風な、ライフレースとかにしやすくて、それでまあエネコンは強いっていう ところであるんですよね。ただ、まあ、先行盤面とかでちゃんと盤面作れてない時とかだったら硬化とかの方が強いんで、まあ、そういう意味で散らすのもいいのかなと思うんですけど、エネコン自体の強さもあるっていうのが、まあ、今のファントムナイツかなと思ってます。じゃあちょっとリプレイ解説やっていきたいなと思います。環境デッキ相手にこれメンバーの方に、ね、撮影の方協力してもらって、対戦したので、それの動画をちょっと今から話していきたいなと思います。で、まずウィッチクラフトなんですけど、ですね。まあ、回ってる反動を出すよりも、どっちかっていうと、回ってないこういう反動の方がいいかなと思うんで、回らん反動、マジで初動でちゃんと展開できない反動、3つ、3パターンで環境デッキにどうやって勝つのか。で、その時にナイトメアシャークっていうのが一つキーになってくるよっていうところを話していきたいなと思います。ピットレからシュミッタ出てきて、ピットレでワンドローして1枚捨てるっていう、まあ、よくある動きですよね。
で、シュミットで、さらに1枚捨てて、殴ってきます。で、ここ OK で、コラボレーション回収。で、このタイミングでコズミックサイクルを打ちます。これ、例えば、ここはデモンストレーションとかだった場合に、先にコズミックサイクルを打っちゃうと、この墓地のね、マスターピース、使わない、使えないっていう事態を避けるために、デモンストレーションを回収しないっていうこともね、やってくるかもしれません。なんで、必ず回収効果を見てからコズサイ打つって感じですね。で、トップでモンスター引いたんで、ドローフェーズ中に裏にして、ファントムタクティクス使って、ラギットグローブからダスティ落として、ダスティから、よいしょ、ラギットかな確か。取ってきて、ラギットグローブからのサイレントブルーツ特殊召喚で、ここで作るのがナイトメアシャークス。で、ナイトメアシャークで素材必ずサイレントブルーツ取り外すことによって、キリケン取ってくることができます。まあ、デモチェスね。で、殴ります。で、この後なんですけど、まあ、相手は、展開してきて、ベール出てきて、で、2回目のベール、相手ターンにベール、ボーンって出てくるっていうことが全然可能性としてあるんで、その場合とかに備えて、キリケンは最後まで取っておくっていうのが大事ですね。で、月の書でまず1体守備にして、殴ってくるところをキリケンで止めます。こういう風にですね、妨害札引いてて、ダブルベールとかも、いなせれるような感じだったら、めっちゃ強いんですよ、ナイトメアシャークが。で、ナイトメアシャークで、このままもう、リーサル、勝ち確なんで、殴って、ジジと、いった感じになります。これが、まず、ウィッチクラフト戦ですね。で、ウィッチクラフト戦以外にも、もちろん取っておりまして、じゃあ、先に、バスブレーとの試合やろうかな。で、バスブレーとの試合に関しては、気をつけなきゃいけないことっていうのが、いくつかあって、まず一つは、ダークリベリオン。あれ、ドラゴン族なんで出しちゃダメです。それは必ず気をつけてください。で、もう一つ。2800の打点っていうのをちょっと意識してみてください。なんで、3000打点のブレイクソードとかが強かったりします。で、ここね、コズミックサイクロン打つかどうかなんですけど、デビリアンソングっていう裏目があるんですが、まあ僕個人としては抜いちゃっていいのかな。追憶かと有効札みたいなのがほとんどだと思うんで、どっち抜いても嬉しいと思うから、これは結構抜いちゃうっすね。で、1枚、2枚で、ブレイクソードを作ります。で、ブレイクソードはですね、この3000打点を維持して殴りに行きます。こうすることによって、相手は、バスターブレイザーじゃ抜けません。宿命とかあったら抜けるんですけど。で、ライフをちゃんと減らしておきます。2000以下にしておきます。で、バンリュー出てきて、破壊剣集合を取ってこられます。で、追憶撃たれて、ってなるんですが、ここに対して狡猾打ちます。こうやって妨害札をちゃんと引いていると強いですよね。シンクロ体立てられた場合のみ巻き筋が発生するので、そこだけケアしていきましょう。で、この後、ブレイクソードで自身とここ破壊。で、この後蘇生するかどうかっていうのは任意なので、別に蘇生しなくて OK です。で、ダスティーローブ効果でサイレントブーツ取ってきて、で、ラギットクローブからのサイレントブーツ出して、ランク3ですね。で、ここで作るのは、まあ、もうお気づきの方も多いと思います。ナイトメアシャーク。で、ナイトメアシャークで、ダイレクトアタック勝ちといったふうな感じになります。というわけで、これもですね、バンリューに対して3000打点で殴った後に、っていう、この動きが強かったりします。で、ナイトメアシャークで、飛び越えていくことで、もう、墓地の追憶とかも無視って感じでね。で、最後、魔界劇団戦になります。魔界劇団戦も確か初動が入ってなかったですね。バスブレはまあ、あれは初動入ったか。結局。で、魔界劇団戦こんな感じ。これはしょうがないんで、賛成します。エキセントリックデーモン。まあ、ここは OK。で、サイクロン。やばいことになったって感じなんですけど。で、メローマドンナでビッグスター出てきまして。で、ワイルドホープ出てきて、ワイルドホープからビッグスターが出てきます。で、台本素引きしちゃったようで、これはかわいそうですね。で、ワイルドホープでサッシールーキー取ってこられて、で、2体並べられてバトルなんですが、ここで狡猾打っていきます。で、1700入ります。で、この後なんですけれども、これって、結局変に動くの、まあもちろんそれもいいんですが、これ、トップでワイルドホープ引かれなかったら、
あのビッグスター追加できないんで基本勝ちなんですよ。だからワイルドホープか狡猾が嫌だなっていう風なシチュエーションですよね。っていうのが小手さいで1000減らしてます。でナイトメアシャークで殴ったらもう使えないんですよ、メロマドンナ効果って。これがまあ魔界劇団に対しての勝ち筋の一つです。ナイトメアシャークってね、動く。でまあ一応ファントムタクティクス使って切り剣だけ念のため取ってきておいて、で殴っていきましょう。こういう風な勝ち方になります。というわけでまあ個人的にはナイトメアシャークを入れたらですね、まあ非常に強かったなと思ったんで、それをシェアさせていただくという、そういう風なまあお勉強動画といいますか、まあ情報シェア動画になりました。というわけで、ファントムナイツの、ナイトメアシャークについてでした。もし参考になった人がいたらぜひ、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。